西高 02MCSD2 三菱キロリットル MS86MP 西九 96MCBI 日の PJ キロボルト 234N1 バス車内に取り付けられている名板。右が西高の名板西日本車体工業株式会社はかつて福岡県北九州市小倉北区西高町に本社を置きバス車両の車体部分を製造していたメーカー 西日本鉄道の連結市会社で略して西港または NSK とも呼ばれる。1946年戦後のバス輸送復興を進めていた西鉄が指定車体製造工場としてバス車体の製造、販売、補修整備を目的に設立した会社である。日本国内の大型自動車メーカー4社のバス用車シーにボディ仮装を行い、 親会社である西日本鉄道向けを、はじめ、主に、九州、関西、中国地方のバス事業者に納入した。1988年に日産ディーゼルとの共同開発でスペースランナーを開発、同社のカタログモデルとして発売された。これ以後、日産ディーゼル車についてはこれまで、納入例がほとんどなかった関東地方など、全国各地に販売されることとなる。 1998年には、日産ディーゼルの中型ノンステップバスが、西港のみの仮装で発売される。また、平成10年及び11年排出ガス規制によるモデルチェンジで、同じく、日産ディーゼルの JP と RN のボディ仮装から、富士重工が撤退し、西港のみが対応するようになる。そして2002年1月、日産ディーゼルが、バス車体の仮装を、 西日本車体工業に集約する。これを受けて、それまで日産ディーゼルのバス車体の仮想の多くを手掛けていた富士重工業が同年5月にバス車体仮想事業の中止を決定している。以降は事業を日産ディーゼル向けのボディ仮想にほぼ特化することとなり、他社製の車種への仮想例は減少していった。2007年より日産ディーゼルと 三菱不走がバス製造事業における業務提携を開始した際に大型ノンステップバスや中型系の路線バスは三菱不走ブランドも日産ディーゼルからの OEM に統一されたため三菱不走へ日産ディーゼル西日本車体工業の車両が多数 OEM 供給され三菱不走からはエアロスター S エアロミディ S として発売された一方逆に 三菱不走が三菱不走バス製造で製造した観光系車両や大型ワンステップバスツーステップバスなどは日産ディーゼル工業に OEM 供給されたことにより大型ノンステップバスや中型系の路線バスの受注量が急増が予想される一方で観光系や大型ワンステップバスツーステップバスへの仮装台数は減少することとなっていた実際 西港での生産台数が増加し、生産能力が逼迫する一方で、MFBM は生産台数が減少し余裕ができたこともあり、2009年にはエアロスターノンステップバスを生産再開するに至る。しかし、日産ディーゼルと三菱不走の関係は単なる業務提携にとどまることはなく、2009年8月31日には両社がバス事業における 合弁会社の設立協議に入ることを発表した。これによれば、生産までは統合したが、販売は、別々に行っている日の、いすずによる、J バスとは異なり、企画、研究開発から、生産、販売までの事業を分離し、統合を目指すとしていた。さらに、日本経済新聞の報道によれば、新会社は2011年1月の発足を目指すと、ともに、 西日本車体工業への生産委託を2011年8月までに打ち切り生産を MFBM に集約するとしていた。その後2009年9月8日付け西日本新聞など在福岡のマスメディアが報じたところによれば西港において2010年8月に大型バスの生産終了その1年後には中型バスも集約により生産終了すると日産ディーゼルから 西高に伝えられており、それに伴い200人余りの派遣社員を11月末で雇い止め、約300人の正社員についても削減が避けられず、正社員については、西鉄グループ各社及び日産ディーゼルに再就職の圧戦を依頼すると報じていた。その後も大口顧客からの受注終了という経営環境の激変に際し、 経営規模の大幅な縮小による会社の存続の道を探っていたが、2010年1月21日の西鉄の取締役会において、これに代わる受注も見込めないことから、事業の継続は困難と判断との理由により、西日本車体工業を2010年8月31日付で解散し、2011年3月までに生産することが決議された。その後、 従業員に対する再就職支援期間を確保するためとして、解散日は2010年10月31日付に変更された。なお、前述の UD、不送の協議については、同月29日付で打ち切りとなっている上、その後、UD トラックスもバス事業から撤退する結果となっている。現在、アフターサービスについては、西鉄グループの西鉄車体技術が、 西日本車体工業の技術、ノウハウを引き継ぎ行っている。また、2010年9月1日以降の UD、トラックス車ーについても、同社からの委託を受ける形で、西鉄車体技術が行っている。42MC 以前の車体費の RB1201966 年式、群馬中央バス西港の最終製造車となった。 西鉄6265富士重工撤退以前に東日本に導入された0 58MC 松本電気鉄道イすズユー、LV318N 国鉄バスには西港の導入はなかったが国鉄分割民営化により JR バスグループとなって間もない頃から JR 九州バスで導入されるようになり後 JR バス関東でも積極的に導入されるようになったまた 富士重工がバスボディ生産から撤退してからは JR 北海道バスでも導入されている。その他の JR バスグループ各社では新車での導入例がほとんどなく中国 JR バスが2003年にトップドア路線車2台を導入したのみである。富士重工のバス事業撤退とは関係なく関西県事業者等からの西高ボディの中古車を導入した例が北日本。 東日本、四国、沖縄にも多数ある。西港のボディ形式には、用途別に B 型、C 型などのモデル区分があると同時に、製造初年度を表す2桁の数字を用いたものが付与されていた。一般路線バス用のモデル、解散時まで製造された。42MC1966 年から1978年まで製造されたモデルで、 前代の丸みのあるデザインから一変し直線的なデザインとなった。特に後部をナイフで削ぎ落としたようなデザイン処理からバス愛好家からかまぼこと呼ばれることもある。側面窓は1970年代半ばまではバス窓で前代同様側面窓の左下、右下に丸みがついていた。後のマイナーチェンジで2番窓になり窓の四隅に 丸みがつくようになっている。一部事業者向けには非常口窓が開閉式となっているものも設定されていた。1970年代初め頃から中扉を4枚折り戸としたモデルが設定され、西鉄などに納入された。1973年には前扉も4枚折り戸とした車両が試作されたが、これは西鉄に2台採用されただけに終わっている。 また1970年代半ばから大型方向膜が採用され、低照化も進められた。大型車、9メートル大型車のみ設定されていた。なお1967年から1972年までの間、京成電鉄の子会社である京成自動車工業が西港のライセンス生産でバスボディを製造し、42MC を 京成電鉄や新京成電鉄などに納入していた。1987年までに全廃され、消滅している。53MC1978 年から1983年まで製造されたモデルで、大型車、9メートル大型車のみ設定されていた。窓の形状は 42MC に類似するが、前代に比べ前後の折れ曲がりがやや小さいことから、バス愛好家からは、 半辺とも呼ばれる。西港のモノコックボディとして最後のモデルでバスボディのスケルトン化の流れによりわずか5年で製造終了となった。半球バスには側面窓を上段引き違い下段固定の大型窓とした車両や外部正面から見て右側の前面窓の縦幅を左側よりも少し大きくした車両が導入された。 58MC1983 年から1997年まで製造されたモデル。西高発のスケルトンボディである。前面窓が左右とも同じ高さの BI のほか、53MC で半ーバスに採用された右側の前面窓の縦幅が左側よりも少し大きいタイプが B2 として正式設定され、西鉄などの各社で採用された。 スケルトン化に合わせて1950年代以来、踏襲してきた側面窓隅の丸みがなくなり、四角形の窓となった。53MC では、半急バスでのみ採用されていた側面窓を上段引き違い、下段固定の大型窓とした車両も正式に設定された。また、中型車についてもそれまでの川中のライセンス生産から B 型大型車に準じた。 独自デザインに変更されている。中型車は1988年まで生産された、後、独自デザインの日産ディーゼルスペースランナー RM が登場したため B 型ボディでの製造は途絶えていたが、1993年からワンステップバスとして再び製造された。中型車は b i のみの設定であった。96MC96MCB。 2PKG RA274 パン1996年に発売開始。これが西高最後の一般路線車モデルとなった。基本構造は 58MC と似ているが、ヘッドランプやフォグランプなどがバンパーに埋め込まれる構造に変わり、より現代的なデザインとなった。58MC と同じく中型車は BI のみであった。1997年には、 日産ディーゼル RN シャシー専用として BI をベースにした小型車の生産を開始している。1998年3月には B2 をベースにしたノンステップバスを試作し、西鉄に2台納入した。床板は従来の西鉄一般路線車と同じ 5.5mm 厚のアルミ板とし、純正車体の 15mm 厚ボードに比べて床面地上高を 約 10mm 下げた点や、ノンステップバスでありながら、従来のバスと同様、前ドアを前ヒンジの折り戸、中ドアを4枚折り戸とした点などが純正車体との相違点である。翌年から他社向けにもノンステップバスが生産されたが、その年に、熊本電気鉄道に納入された B11 台を除き、ドアは純正車体同様、前ドアはグライドスライド式、中ドアは引き戸となった。 2000年には BI を12メートルにストレッチした高速使用車を試作した。今までハイデッカーを採用していた短距離高速バスの製造非削減を図る目的で開発されたもので、シャシーはターボインタークーラー付き高出力タイプのものをストレッチし、床下にはトランクを設けた。試作車の使用実績をもとに同年後期から若干の改良を施して量産され、 2005年からは、シャシーが、日産ディーゼル遊泳に代わり引き続き製造された。西鉄グループには三菱不走、日産ディーゼル合わせて、約200台が納入されたが、他社では採用されなかった。2005年から新短期、長期排出ガス規制適合車の発売を開始。トーカルや窓などの一部を改良したボディとなっており、若干のマイナーチェンジが行われている。 96MC E3 PKG RA274RBN 観光、高速、自家用バス用。スタンダードデッカーの EI、E2 とハイデッカーの E3 がある。B 型と同様、1966年から1978年までは、前後がくの字型に曲がった 42MC、1978年から1983年までは、 前後の折れ曲がりがやや小さくなった 53MC。1983年からは、スケルトンボディの 58MC で生産され、1991年には、全面デザインを変更した 90MC に移行した。58MC は、大型車の他中型車も生産された。EI と E2 は、一般路線バス並みの車高であり、 一般路線バス用のシャーシに仮装することもできる。EI は 90MG、E2 は 96MG のモデルとなる。かつては長距離路線バスや観光バス用として各事業者に採用されていたが、1980年代半ば以降のハイデッカーの台頭により、現在では主に短距離を走る高速、特急バスに多く採用されている。また自家用の送迎バスや、検診用、 検血用車両など、路線バス用以外の車両はこのボディが多い。E2 のバンパーは B 型と共通で、ヘッドランプも角形4等が標準であるが、エノデンバスと京浜急行バスの空港専用には、C 型同様のリスチャージランプが装備されたものも製造された。E3 は、透過機器規制の影響で、生産中止になった S 型に代わり、 新たにハイデッカーに対応したボディとして2006年から生産が開始されたモデルである。基本構造は従来の S 型を引き継いでいるが、フロントバンパーとリアフラッシャーが E2 に準じたものへ変更され、フロントガラスが拡大されている。主に高速バス用で観光系シャーシに仮装されたが、エノデンバスの定期観光バス用には路線シャーシへの仮装もなされた。 1996年にモデルチェンジした 96MC が最後のモデルで E2 と E3 が生産された。観光、高速バス用、ハイデッカー。全面デザインは 90MCE 型に準じる。C 型の廉価型といえるもので、デザイン的には C 型に比べ見劣りするが、接客設備、サービスレベルは C 型と同等の水準にすることができるため、 主に高速バスとして用いられた。1980年、高速、観光バスのハイデッカー化の流れに対応して、発売開始された。当初は、モノコックボディの 53MC ベースで発売され、1983年に、スケルトンボディの 58MC に、1991年には、全面デザインを変更した 90MC に移行した。2005年に、 東火器具類の保安基準の改正に適合できないため、モデルを廃止し、戦術の E3 型に移行した。例に MCC、アイシズ鉄ジャストライニッサン日産ディーゼル PKG、RA274RBN 観光、高速バス用、ハイデッカー。普通のハイデッカーである CI と最後部の屋根や床が少し高くなっている C2 がある。相性は、オロイヤる。 1982年に当初からスケルトンボディで発売開始され、以後ヘッドライト、バンパーなどの形状のマイナーチェンジを経て、1992年にはフルモデルチェンジした 92MC が発売開始された。1998年にはバンパーの形状を若干変更した 98MC にモデルチェンジし、2002年に 全面ヘッドライトの形状を変更した例に MC となって西公開産まで製造された。C2 は最後部の座席を通路に向けて向かい合わせにしミニサロンとすることができるもので、かつては親会社である西鉄グループが継続的に購入し、ロイヤルハイデッカーの愛称名で中規模、団体輸送用に使用していたほか、昭和自動車などでも採用されていたが、 別府プハトバスを最後に生産が途絶えた。なお、JR 九州バスには、車体は CI ながら C2 同様に、最後部の座席を通路に向けて、向かい合わせにし、ミニサロンとすることができるものが存在する。CI は、同じハイデッカーである S 型に比べて、デザインの美しさを重視した設計となっており、観光バスとして用いられることが多いが、 高速バス用として購入する事業者も少なくない。また、他車種より屋根高さが低く、トランクの面積が広いため、空港リムジンバス用としての人気も高い。大型車のほか1991年からは9メートル、大型車も設定されていたが、ヒデア r p 系の廃止により生産中止となった。9メートル車は CI のみ設定であった。9メートル車は、 原則的にヒデ RPK のみへの仮装だが、九州観光バスに一台だけ、日野せい写真への仮装例がある。92MCSD2 西日本鉄道三菱 UMS821P 観光、長距離高速バス用のスーパーハイデッカー。全面形状は C 型と同じで、ネオロイヤルの相性を持つ。車高約3.48メートルの SDI。 車高約3.55メートルの SD23 軸の SD3 がある。1984年、日産ディーゼルスペースウィング3軸車専用として、スーパーハイデッカー C3 を生産開始。1986年には SDI、SD2 を発売開始。C 型と同様のモデルチェンジを経て、2002年からは例に、 MC となり西公海産まで製造された。発売当初は3列シートの夜行高速バス、中高長距離高速バスとして使われる例が多かったが、日産ディーゼルの車体仮装が西公に統一された2003年以降は4列シートの観光バスも多く製造された。大型車のみ設定。SDI は4メーカー全てのハイデッカー写真に仮装されていた。 2000年代からは、西鉄グループ以外への導入がほとんどなくなり、主に SD2 が導入されるようになった。SD2 は、当初は三菱不走、エアロクイーンシャシー専用として発売されたが、92MC にモデルチェンジした後は、日産ディーゼルスペースウィングシャシーにも仮装されるようになった。2005年夏からは、エアロクイーンの生産が中止され、 スペースウィングのみが生産された。SD3 は1985年に西鉄、三電交通、稲荷交通が数台を購入したのみで、それ以降は生産されていない。1981年、川中のライセンス生産でイスズジャーニー K を生産開始し、西鉄が採用している。1983年のモデルチェンジまで生産された。 1988年7月、B 型とは異なるデザイン、日でオリジナルボディの中型車として、日産ディーゼル写真のスペースランナー RB80 が発売された。1994年、中型10.5メートル級ボディのスペースランナー JP が生産された。2004年のモデルチェンジでいずれも B 型ボディに統一され、秀でオリジナルボディは消滅している。また、 スペースランナーの名称は B 型ボディに統一された後も日産ディーゼルの一般路線系車種に受け継がれた。1966年に西高発のマイクロバスとして松田のライトバス用ボディの生産を開始し、1972年からは後継車種パークウェイ用ボディを生産開始した。パークウェイは1982年にモデルチェンジし、1997年まで 生産されている。主に自動車教習所、事業所などの送迎用として自家用で購入した例が多いが、西鉄グループでは過疎地の路線バス用として多数が導入された。1997年にはパークウェイに代わり、イスズのエルフボトルトラックシャシーにパークウェイに準じたボディを加装したプレビスを開発し、1998年から2 0 0年までジャーニー E として。 石津自動車から販売された。西鉄グループや阪急バス、岩手県交通などで採用された。1997年、三菱自動車のパジェロ商用車をベースとして、ノンステップのボディを仮装した11人乗りバス、ミニミニバスを開発し、西鉄グループの建築交通に試作車1台を納入したが、量産化は見送られた。現在は、 運用路線の廃止により除籍されている。これに代わり、イスズのエルフ UT 版をベースとして、バスに改造した車両を開発し、西鉄バス佐が古国バスなどに納入したが、エルフ UT 自体が2001年に生産中止となった。2003年4月以降、日産ディーゼル以外のシャーシに仮装される場合が少なく、なり、それゆえ、日産ディーゼル以外は、生産台数が、 絶対的に少ないため、必然的に製造コストが高くなる。また、日野、伊津三菱不走観光系シャーシへの仮装は2005年秋以降全面的に中止となっている。なお、2007年から日産ディーゼルと三菱不走の OEM 供給により、これ以後は三菱不走へも西日本車対抗行政が大きく普及することになる。 日産ディーゼル以外への車体仮想のユーザーは西日本に集中している。ありがとうございます。